とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この装備を使っていこうと思います。ブルームーンの覚醒武器、黄昏のワンドだね。レベルは低いけども、まあ、そこそこ強いってことが判明したのよ。この覚醒武器が。まあとりあえず、黄昏のワンド、どんな感じなのか、使っていってみましょう。はい、まずはね、エルゼメキア、行きましょう。道中で使った感じ、まあ攻撃力はそんなにね、他のやつと変わりはないかな。今俺が実際使ってるやつと、そこまで変わりはない。うん。ただ弾がこの黄色っていうので、かっこいい。そんだけ。かっこいい。でも、なんだろうな、スキルは微妙じゃない ?5% で、しびれにさせるんだけど、このね、ブルームーンで、しびれさせてもなーっていう感じ。しびれさせるぐらいなら、凍結にしてくれっていう感じ。かな?しびれにさせてからのね、メリットがあんまりないのよね。ブルームーンは。なので、ちょっとね、メリットが低い。まあまあ、でもまあ、攻撃のね、弾の見た目が全然変わるんで、目立つよ。目立つ。あ、これ俺が使ってるなっていうのが目立つし、おそらくマルチでやってても、うわ、ちょっとかっこいいなと思われるんではないかな。まあそれだけのために持っててもいいんじゃない？人とは違ったものがいいっていうので、それもありと思う。強さ的には本当にね、全然変わらないんで、まあいいんじゃないですか。もともとのね、ブルームーンが強いんで、何を装備してもやっぱ強いよ。強い。しゃあ。で、それ、まあ、炎のやつにしても、こっちのやつにしても、そんなにね、スキルは期待しない方がいい。たかが 5% ぐらいなんで、ほぼほぼ痺れにさせることはないんで、そこまで期待せずに、見た目だけ人とは違うもの装備してるぜっていう、そのためにね、してもいいんじゃないですか。十分強い。まあね、次のね、アップデート、おそらくそろそろ来ると思うけど、そこで新必殺技が出るかどうか。おそらく、ワイルドボーイは出る。アニメで、ミサイルみたいなやつを使ったんで、おそらく全員にも、あぶね出てくるんじゃないかな。新しい必殺技っていうのがさ、はい、倒しました。このブルーストリームのさ、必殺技の色が変わったらね、もっと良かったけどね。必殺技の色はそのまんまなんで、あれがね、黄色い渦とか赤い渦になればかっこよかったけどね。はい、ということでまた出していくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。